ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストはボイスパフォーマーの新名真理さんをお招きしました。友人となんか一緒にやりたいねって。でもその彼女はお芝居っていう感じでもないんですよ、役者さんっていう感じでもないので、何をやろうか。で、私が昔ラジオやっていたっていうのも彼女知っているし、あとそのフリーになってから FM 富士で番組のアシスタントをさせていただいたりとかもしていたので、割とこうなんかラジオっていうものがスラッとこうなんか2人の間に出てきて、割となんかこう気軽な感じで始めたのが、ラジオだ。その時始めようと思った目的っていうのは、私は時々こう声のお仕事が入っていたんですけど、友人の方はそれほどお仕事に出会う機会も私よりは少ない方で、でも喋っていないとやっぱり喋り手ってどんどんなんかこう置いてかれるんですよね。喋るに越したことはないっていうか、その発声をするに越したことはない、表現をし続けていこうよっていう感じで、スタートした。それでポッドキャストを選んだ理由っていうのは、ポッドキャストって世界中で聞けるんですよね。だからもしかしたらそのアメリカで在住の日本人の方が見つけて、ああ日本語懐かしいなと思って聞いてくれることもあるっていうのを、聞いて、あ、それっていいかもって。その日本の中だけじゃなくて世界につながっているっていうのは、私たちが想像もしないところでもしかしたら聞いてくれてるのかもって、なんかロマンチックじゃないですか。その IC レコーダーを使って、割と簡単にできるんです。本当に iPod にこう内蔵されてるマイクでも大丈夫だし、 iPad についてるものでも大丈夫だし、意外に今こう聞く媒体って音に雑音が入っていてもそれほど気にならないようになところから出てるじゃないですか。例えばパソコンの中からとか、そうするとそんなに音質が良くなくても案外大丈夫です。だから外に外録もよく行きますし、撮ってる、基本的にスタジオって私たちが呼んでるのは友人の自宅の一室っていう感じです。ではそのマイク一つで、数人出演者が囲んで、で録音するという、基本的には私と友人と二人で、たまたま喫茶店の隣の席でなんか面白いこと話してる女の人二人いるなっていう感じで聞いてもらえればいいかなっていうコンセプトで撮っているので、基本的には2人なんですけれども、たまに2人共通の知人だったり、同じ声の仕事をしている方をゲストに迎えたりとか、知り合いのお店に食レポ行ったりもします。そういったことで何か台本というのは書かれたりはしますか？台本は書かないですね、2人とも。今日はこのコーナーをやろうねっていう大まかなものはあるんですけど、基本的に台本は書いてなくて、コンセプトがゆるゆると、たまたま隣で聞いちゃったっていうような感じでっていうのがあるので、特に台本は設けずに、ただその時のテーマだけを2人で決めて喋ってます。なぜそういうゆるゆるとそのコンセプトになったんでしょう。素の自分を出して話せるって簡単そうで意外に難しいと思いませんか？なんか、それが多分一番難しいことなんじゃないかと私は思ったので、台本があるとね、誰でもできるって言ったら変ですけど、できるんですよ。でも台本もなく、ただこうテーマがだけがあって、でもお客さん、聞いてるお客さんが聞き入ってくれるような進行にするのってすごい難しい。それができるようになったらいいな
って思っていて、聞き直すとやっぱり自分の欠点とかも分かるので、無駄なことではないんじゃないかなと思っています。ストロボファクトリーでは映像制作を受けたまわっております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。こちらで過去のゲストも公開しています。